森本栄子は毎日放送所属のアナウンサー。JNN、JRN 系列局の優秀なアナウンサーに贈られるアノンシスト賞で2007年度にスポーツ実況、ラジオ部門賞を受賞した。滋賀県甲賀郡土山町の出身。朝日放送テレビのスポーツアナウンサー、中村祐二とは同居、同年齢で少年時代から面識がある。 東山高等学校を経て、関西学院大学へ進学。大学時代には、後に入社する MBS の名物番組、アップダウンクイズで、10問正解、ハワイ旅行を獲得した。この回には、明治大学から小林正美も出場している。1983年には、同番組の20周年記念全国大会、近畿地区大会と ABC の パネルクイズアタック25にも出場。アタック25では年間チャンピオンに輝いた。大学卒業後の1985年に MBS へ入社。同期入社のアナウンサーは小森康則で、アナウンサー以外の局員では、コーズあずさ、宮前のり虫明陽一が同期にあたる。入社後はスポーツ中継を中心に活躍する傍ら、 MBS キットのクイズ王としての実力も発揮。アナウンサー総出演の番組、アドリブランドでは、アップダウンクイズ、アタック25の優勝経験を買われて、クイズ王、長戸隼人とクイズで対決している。春夏を問わず、高校野球に関する造形が深く、阪神甲子園球場での全国、大会出場常連校のほとんどの効果を、そらんじられることでも知られる。 スポーツアナウンサーとしての実況デビューは入社2年目突入目前の第58回選抜高等学校野球大会1回戦池田対福岡大大堀戦のラジオ中継1994年の第66回選抜高等学校野球大会では決勝戦のテレビ中継で初めて実況を担当するとともに MBS の地元 市弁和歌山の大会初優勝の瞬間を伝えた。近年は選抜高等学校野球大会の実況にとどまらず、テレビラジオとも高校野球関連の番組、企画にもコメンテーターとしてたびたび出演。大会の開幕直前には組み合わせ抽選会の司会も務める。2014年1月17日からは MBS 公式サイトアナウンサーページ内のブログに、 加えて、ヤフーニュース内に、夢甲子園青春参加、マイナスと称する個人ブログも解説。2016年からは、ラジオ番組で、高校野球の話題を語る際に、本職のスポーツアナウンサーとは別のキャラクターとして、しげ森本と自称。自身と同じく熱烈な高校野球ファンである、市川泉、上条武と共に、関西高校野球サンバガラスと称して、 高校野球関連の企画、特別番組へ出演する機会も多い。2017年4月に MBS 公式サイト内のブログを移行した際には、後輩のスポーツアナウンサー、森本直人氏特別する目的で、森本茂という名称が移行先のブログの URL に組み込まれている。アナウンサー生活36年目の2020年には、 実況を担当する予定だった第92回選抜高等学校野球大会新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止された一方で2020年甲子園高校野球交流試合が8月中旬に甲子園球場で開催されたことからかねてからの念願であった夏の高校野球甲子園大会中継での実況を初めて経験インターネット向けのライブ配信ながら 開幕試合を皮切りに実況を任されたスポーツアナウンサーの中で最も多くの試合を担当した。翌2021年開催の第93回選抜高等学校野球大会では開幕試合、準決勝第一試合と決勝戦の地上波テレビ中継で実況を任されている一方で大会期間中に選抜ライブのツイッター公式アカウントから毎朝 配信される試合紹介の動画に、高校野球マスターという肩書きで出演している。高校野球以外では、MBS がオラを問わず、阪神タイガース戦を中心とする、プロ野球、バレーボール、ラグビーの中継を、主に担当。毎日放送が制作に協力した、阪神タイガースオリジナル DVD ブックもツデンでは、後輩アナウンサーの馬野正幸と共に、 DVD 映像のナレーションを務めている。過去には、柔道や、駅伝の実況も担当。プロレスリングへの造形も深く、三沢光春、橋本真也が出場した試合のテレビ中継で、実況を任されることもあった。本人によれば、スポーツ取材、実況のスタイルを確立したきっかけは、バレーボール関連の取材で選手の本音をつかんだ上で、 そのチームの監督へのインタビューに織り混ぜたことにあったと、される。その一方で、毎日放送のアナウンサー室では、古川恵子などとともに放送用語委員を務める。MBS テレビ制作、TBS 系列の全国ネット番組では、1997年10月から2015年3月まで、 当時の上司だった吉田智子の後任として、皇室アルバムの第三代ナレーターを担当。17年半にわたって務めた後に、後輩アナウンサーの高井美希に交代した。情熱大陸では2008年6月1日の放送から一時、提供クレジットで森本の声が流れていた。近年は、 スポーツアナウンサーとしての活動と並行しながら MBS ラジオの生ワイド番組でパーソナリティを頻繁に担当。昭和40.50年代の歌謡曲に詳しい一面も披露している。新日本放送時代の1959年3月1日からテレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付で、 ラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが、森本はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。なお、テレビ単営局としての毎日放送へ在籍する。 アナウンサーとしては初めて2021年の誕生日で同局の定年に到達する予定。高校野球については遺憾の当日に阪神甲子園球場で開催された第93回戦抜高等学校野球大会決勝、東海大相模対民豊かのテレビ中継で定年前最後の実況を担当した。毎日放送が テレビラジオ県営局時代の2006年度限りで、全国高校ラグビーのラジオ向け生中継から一旦、撤退するまでは、ラジオ中継の実況、リポートも担当。事前収録方式で、ラジオ向けの中継を準決勝、決勝限定で再開した2018年度と、2020年度の第100回記念大会開催に伴って17、大会ぶりに再開した決勝の生中継でも、 実況を任されている。ありがとうございます。